こんにちは、コメントが、いや、1時間今日やります。4時半から5時半までです。今日は特にすることは決めてないので、この間の握手会の感想とか質問とかあれば読んでいくのでコメントください。びっくり、何にびっくり、髪色落ちてきて黒じゃなくなってしまいました。でも黒が自分的に気に入ってたので、もう一回多分近いうちに染めに行きます。黒と茶色どっちがいいですか？なんかすごい迷ってて、でも近いうちに美容室に行くので何色にしたらいいですかね。今日一人で配信です。茶色、茶色か、アッシュ系はちょっと最近はしてないね、春だから明るくしようかなと思ったり。でもアッシュの時が意外と評判が良かったのでもう一回いつかしようとは思ってます。ピンク、花粉症ではないです。ミルクティー合いますかね。なんかすごい5歳ぐらい上になりそうな気がする。服、お花です。お花、春だからお花。あとなんか白のワンピースです。お花、アッシュが意外と多い。インナーカラー、インナーカラーやりたいんですけど、なんかすぐ落ちるって聞いて、少女フレンズおめでとう、ありがとうございます。あの善悪で初めてクリスマスの披露があったんですけど、すごいコールがすごくて、あの僕たちの戦、僕戦以来のなんだろう完成というか、すごいすごい楽しかったです。善悪楽しかった、クリスマス最高だった、ありがとうございます。ごめくり、そう多分みんなごめくりって言ってて、略し方が多分ごめくりです。ごめんねくり、なんかねファンの人も一緒に踊りやすい感じの振り付けなので、なんだろう、ね、最初はひし形の体型で始まって、でなんか一列になったり、大体はひし形と一列で斜めになったりとか、フォーメーションの移動がすごい多い曲で、なんか振りに集中するとなんかその位置の移動を忘れがちになっちゃって、そうリハの時にその善悪のライブの前に2回ぐらい通したんですけど、振りに集中しすぎて位置が間違えてしまって、その4人ですごい移動が多いので1人私間違えちゃうんですけど、間違えるともうみんなのなんだろう移動がもうぐちゃぐちゃになっちゃって、もうすごい責任感重大なので、ちゃんとやってみて、やってみて。でも好きな振り付けは何だろう、なんかね手の振り付けが多くて、そのファンの人も多分やりやすい感じの振り付けなんで手が多いんですけど、なんかね腰と手の動きがすごい意外と難しくて、
簡単そうに見えて意外と苦戦しました。なんかねパンチパンチキュッキュッと覚えてて、そうなんか振り付けの先生が私覚えるのがなんか言葉につけて覚えたい派なので、なんか違うなんか言葉つけて教えてくれるんですけど、パンチパンチキュッキュッパーパーキューみたいな、なんかね先生の振り付けがすごく覚えやすくてすごい助かってます。パンチパンチキュッキュッでパーパー、うん、そうね。メッセージとかで振り付けの解説でもしようかなと思う。なんだろうパンチパンチキュッ、うん、でもハートのなんかね二サビの終わった後に私と尾崎と尾崎ペア2人とリナとペイちゃんがペアで、あの端と端に寄るところがあるんですけど、そこでなんかね指でハートを作る振りがあるんですけど、そこが可愛いポイントです。個人的に1万人ありがとうございますね。全役が3回しかないのでね、残り2回しか披露するのがね近くてないので、ぜひ見に来てください。もう一回見たい、全役来てください。あ、そうなんかね落ちサビ、サビ3回あるんだけど、1サビ、2サビ、落ちサビで、3回目の落ちサビの時にまたひし形に最初のポーズに戻るところがあるんだけど、そこでみんなそれぞれポーズをしてて、私なんかオリジナルポーズ、高弘先生がなんかね振り付けの時にみんなのなんかポーズを入れてるってところがあって、私はリボンポーズしてます途中で、でペイちゃんはパンかな、パンしてて、リナはラッパのこういうポーズしてて、尾関は走るポーズしてます。ソロのとこ好き。あなんかねセリフみたいな感じで、私はなんだっけ、君は今の恋を捨てていくんだっていうセリフを言ってますね。カオスな振り付け、まあ確かにそう、なんかねちょっとシュール、そのポーズのところはねちょっとシュール。2期生とどう、あリコピちゃんとね仲良くなりました。リコピすごいね面白い、すごい面白いですリコピちゃん。なんかなんだろう、不思議、すごい不思議でめちゃくちゃ喋りやすいです。すごい喋りやすいだろうねなんか喋った方いるかな、握手会で釣り師だっていう噂があって、リコピがそうウインクとかねしてくれるのかな。あ、そうひなのちゃんともねおしゃべりして初めて、すごい姿勢が良くてびっくり、うん、ウインクされた、やっぱりしてくれるんだ。ひなのなの、そうこうやるのね、ひらがなのひのポーズにひななこれがのらしいです。頭いいと思って、なんか自分で考えたって言ってて、ひなのってすごい初めて、あ右手、あこうか、
ね、頭いいよね。へーって、私もびっくりした。ん、タピオカ飲んだの？そう、多分ダニのブログで、そう、タピオカの写真が上がったのかな。で、私とペイちゃんとダニでタピオカ飲んできました。本場のかな、すごい美味しかった。遠いところ、そう、遠いところのタピオカ飲んできました。なんかね、めちゃくちゃ美味しかった。あの、ミルクティーのティーがすごい本物。なんかね、何、タイガーシュガーみたいな甘いやつ飲みました。なんだっけ、黒糖とオレオが乗ってるやつ、抹茶も飲んだんだけど、私とペイちゃんとダニ的にやっぱり黒糖のやつがね、美味しかった。本当に美味しかったので、みんなも飲んでほしい。美味しい、めっちゃ美味しい。なんかね、ペイちゃんが抹茶と黒糖の2つで迷ってて、お店で、でめっちゃ迷った結果抹茶にしたんだけど、で店員さん女の若い方で、でペイちゃん抹茶頼んで、でも黒糖も飲みたかったなみたいな、黒糖はまた違う店でも飲んでたから抹茶にしたんだけど、でも両方そこの店のも飲みたかったなみたいな、3人でおしゃべりしてたら、その店員さんが、あの抹茶だけじゃなくて黒糖のやつもサービスで2本ペイちゃんにどうぞって言ってて、めっちゃ優しくて、すごいすごい感動した。優しいのね。タピオカ2本てか合計めっちゃ飲みました。甘すぎない、全然大丈夫。そう、めっちゃいい人で、すごいすごいいい人だった。タイガーシュガー、ゴン茶ではないです、日本じゃない、香港かね。前日の4時間ぐらい前に飛行機パーって取って、そのままお仕事して家に帰って、3、40分でもお風呂だけバーって入って、もう何だろう、財布パスポートがあればいいよみたいな3人で行って、とりあえず財布とパスポートだけ持って行ってきました。パーッと弾丸、そう、めっちゃ弾丸です。元気、うん、めっちゃ元気。フットワークか、うん、軽いかもしれん、いや、ペイちゃんがね軽いから、私も軽いのかもしれない。楽しかった、めっちゃ楽しくて、意味なんだっけ、豆花、何、豆って書いて花、豆花っていう、なんかね、あっちの食べ物を食べたんですけど、それが美味しかった。豆花って2文字、トンファみたいな、わかんない、トンファが美味しかった。どこへ、遊園地行ってきました。遊園地行って、なんかフード街みたいな行ってきました。グルメの街みたいな、楽しかったよ。トーファ楽しかった。うん、日帰りです。もうパーッと行ってきました。
今日誕生日おめでとうございます。トンファ食べてください。1万5000人いったよ。ありがとうございます。明日卒業式3月9日じゃないんですね。最近ファンになりました。ありがとうございます。最近羊でファンになってくれたのかな。それはレミオロメン。3月9日私の学校の卒業式でも3月9日を上の学年と上の2学年連続で歌ってました。すごいすごいいい曲ね。仏ポーズ、仏、仏。3月1日だったよ。早い早いですね。やっぱり3月9日歌ってる人はいっぱいいるんですね。3年組見たよこの間。なんか戦隊もののなんだろう、かレンジャーみたいなのが出てきた時の回ですごいびっくりした。最近そう録画の機能がねテレビにやっとつけて、だからアニメじゃないドラマとかも見れるようになりました。なんか今まではそう録画機能なかったからドラマは諦めしたんですけど、4年越しにちゃんとつけたんで。パンポーズ、パンちぎりパンっていうポーズもある。握手会でめっちゃやりました、ちぎりパンのポーズ。今日授業終わった。すごいやっぱりこの時間ありがとう。みんな学校終わりで見てるのかな。学校終わりか。保健師目指してる。なんか握手会で最近すごい女性の方が来てくれるようになって、でもなんか握手会で来てくれる方って女の方、保健師さんとか学校の先生とか、あとなんだろう幼稚園の先生とか、なんかやっぱり人と関わる仕事、子供とかそういうお仕事の方がめっちゃ多い気がする。女性の方、学校の先生とか幼稚園の先生とか先生系が多い。尊敬します。学校の先生ってなんか自分が見本にならないといけないのが大変そうだなって、大変っていうかね、気が抜けないですよね。自分だったらちょっと頑張っちゃう先生系。なあ、この夢はなんだろう、夢は今は特にこの仕事をしてて叶ってるので、でも漫画、そうですね、漫画の仕事も今すごい楽しいので、今を頑張る。そうね、リボンのお仕事も頑張りつつ、ケーキの仕事も頑張りつつ、ドームいいですね。ドームやりたい。ドーム、なんだっけ、武道館決まったのでぜひ来てください。武道館初めての欅で武道館なので絶対当ててね。大阪の会場よりはキャパが広めなので皆さんに当たるといいなと思います。
今好きなアイドルさんは、秋渋さん、今なんか MV いろいろ漁ってます。かわいい、ほんとかわいい。あとイコラブさんすごい好きです。イコラブさん欅で、イコラブさん好きな方と好きなメンバーが多いのでよく話してます。かわいい、ほんとかわいい。のいみさんも気になります。もうみんなかわいい子ばっかで、お披露目のやつを見たらこれから応援していこうと思います。私もコラボ、そうですね、一緒に歌番組とか出れたらいいなと。なんか歌番組とかってやっぱりなんだろう、最近そのアイドル系の方と共演することがあんまり最近ないのでね、アイドルフェス、ティフとかね、前出てたんですけど今年、去年出てないので、ティフにまた出れたら楽しいなって思います。疲れてないです。疲れてるというか、なんか久しぶりにパーってコメントがあって、どれを読もうかなってなってる。欅ハウス、そっか、欅ハウスがみんなもう見ましたか。欅ハウスね、みんなでご飯作って食べて遊んで楽しかった、めっちゃ楽しかったです。見ました。そう、フォトケーズでね、お買い物に行ったりしたな。ペイちゃんとネルと私で追加の材料を買いに行ったんですけど、ネルがすごいしっかりしてて、なんかね、できる子、本当に何でもできる子、クレープ食べたかった。そう、クレープとか、クレープとたこ焼き器があって、みんなね自分で焼いてたんですけど、すごい楽しかった。ペイはこれ、これ引いてました。なんだっけ、カートを引いて一緒に走り回ってました。ネルはなんか食材の調達をいち早くバババババって持ってきてくれて、すごい行動力がすごい。カートでいいのかな。プールで何話してたかな、なんだろう、たわいもない話をしてました。熱が、すいません、熱で入れなくてね、すごい入りたかったんですけど、残念ながらプールに入れず、バレてる。そう、花火はしてない、したかったな。泳げます、私。なんだ、3年間ぐらいプール、3年間2年ぐらい習ってて、バタフライも、バタフライ、平泳ぎ、クロール、背泳ぎ、全部泳げます。遅いけど、早く、全然早くないけど、とりあえず泳げる。なんか小学校に泳げなくて、なんだ、2年生ぐらい3年生ぐらいの時に、でそっから悔しくてずっと習ってて、そう、全然泳げなかったんだけど、悔しくて水泳習いに行きました。そう、全然ね、ちょっとでも習うと全然違うから、ね、今でもなんかね、何か始めたくて、習い事をやりたいんですよ。習い事ね、バスケやりたいのと、運動系、とりあえず運動だったらバスケか、あとバイオリンを、そう、どっちかやりたくて、今から料理もいいと思う。料理はでも学校で
ちょこちょこするんで、うん、ダンスはね欅入って4ヶ月ぐらい習ったん、そう意外と習ったの。なんか初期的な動き、なんていうの、基本的な動きをだけをねはできるようにしようと思って、初歩的、そうなんだ、初心者かな、そうで習ってて、そう山形だったから最初の半年ぐらい、欅が結成してその半年ぐらいは山形と東京でその子を通ってたから、全部に全部行けるわけじゃなくて、やっぱり学校も高校通ってたから、で土日しか行けなくて、土日は大体なんかなってる、土日はねあのなんかね、たまにその週に1回とか、その月から金に1個なんか振り、1曲振りみたいな入れて、土日でなんかテストっていうか、なんかみんなの前で踊る機会みたいなのがあってなってるね。そうそれがね、平日にみんな練習してる中行けなくて、すごいどうしようってなって、その間、そう山形にいる間は習ってたダンス。何の曲、なんかね西野カナさんのとかね踊ってて、そう西野カナさんのなんだっけ、かわいいやつ、なんかねハートのダンスがいっぱいあった。とりあえずハートの振り付けをするダンスみたいな、そう最初ねめちゃくちゃかわいい系、そう乃木坂さんのダンスとかをみんな踊れるようになろうみたいな、半年ぐらいかな、そうやってて、そう Go for it だ、すごいすごいすごい、 Go for it、 Go for it、 それをのそうテストとか、そう土日にあって、やっぱねみんな平日にちゃんとそのレッスンでね固めて土日に挑むから、その間全然行けなくて学校で、で私はあれでしたね、山形の1対1で先生1人と私でやってもらってたんですけど、その先生があの山形の庄司めいちゃん、東京女子流の庄司めいちゃんが習ってた先生と同じ先生、もうそうマンツーマンで個人レッスンを、うん、3、4ヶ月ぐらいやってもらってて、その時にめいちゃんの話とかもちょこちょこ聞いてて、で東京に出てきてからめいちゃんと仲良くなりましたね。うん、ね、そう自分でやっぱり動画見て覚えられる人もいるけど、私はちょっと難しくてね、そう乃木坂さんのダンス意外とね足とかすごい細かくて難しくて、動画見ただけじゃ何してんのか分かんなくて、先生にあの乃木坂さんのこのダンスなんですけどみたいな、で先生がとりあえず見て覚えてきてくださって、それを入れてくれるみたいな、そう限界があるね。そうね、できる方はできるかもしれないけど、やっぱ初心者にとってはきつかったね。なんかオーディションの時は太陽ノックだったんですけど、それはやっぱり夏休みの期間で、高校の高3の夏休みの期間にあって、その書類が届いて 3時審査がそのダンス東京であったんですけど、2週間ぐらいあったんで、その届い2次審査の、合格通知来て2週間ぐらいあったから、2週間あって1曲だったら、まあなんか高校のダンス部の友達にこれなんだけどみたいな感じで見せて、こ
ここはこうだよみたいな教えてもらって、そう、その時はね、なんとかなったけど、やっぱ学校行きつつの、ね、土日でテストみたいになったらちょっときつくて、そう、でもそう、今もダンスとかね、何かダンスかバスケかバイオリンのどれかをとりあえず習いたくて、大学の次から4年生なんで、4年生は多分授業が減るので、何かね、その時間、学校行ってた時間だけでも何かしようと思って、何がいいかな、ダンスかな、ダンス、バスケも楽しそうね、初心者のコースでやる、そう、全然できないから、そう、マラソンもいいよね、走るのも、なんかイコラブさんで東京マラソンのジュニア枠の、そう、走ってた方いたよね、なんか見た気がする、マラソンもいいなと思って、楽しそう、本当、でも すごいねイコラブさんのジムはね、行こうと思って1週間でやめました。なんかジムは1週間は楽しかったんですけど、もう行かなくなった、1週間でやめた、そう、ちゃんと契約とかもね、いろいろやったけど全然続かなかった、そう、なんか習い事代わりな感じで、それもジムもやろうと思ったんだけど、そう、飽きちゃった、そう、飽きちゃった、ね、友達もいなかったし、ね、いたら楽しかったかもしれないけど、そう、ダメじゃんね、ほんとダメなんだけど、筋トレじゃなくてずっと走ってました、そう、飽き性なのかもしれない、飽きちゃった、そう、カメラは買おうと思ってて、今はね、映るんですっていう、フィルムカメラでとりあえずバーって撮ったんですけど、この間のペイとダニと遊んだ時、あとフォトケーズで、私とネルとペイちゃんで、そう、お出かけした時、上海行った時も、フィルムカメラ映るんですってやって、やっぱでもすごい綺麗に撮れて、ネルがめっちゃ上手、撮るのネルはカメラ女子だと思う、めっちゃカメラ女子、普通の一眼っぽいのも持ってるし、なんか撮ったらそのままビーンって出てくるやつも持ってて、そう、写真部、そう、さすが写真部、チェキ、そう、チェキが出てくるカメラも持ってて、私も近いうちに買おうと思うんですけど、ペイもね、一眼持ってるの、そう、ペイもね、意外とカメラ女子で、ニコンっていうのかな、のカメラ持ってて、私も欲しいんですけど、ニコンね、めっちゃいいやつだからね、買うと勇気いるなと思って、そう、嘘ってさ、ペイちゃん意外とカメラ女子なの、意外、そう、多分ね、ネルに影響された気がするね、ニコンいいって言いますよね、一眼欲しいね、旅行が私も最近すごい好きなので、そういえばすごい嬉しいことがあって、さっき、うん、なんかね、ミオナさんと連絡が取ってて、そう、連絡が今日来て、その、なんだろう、自分の自己紹介みたいなところの画像を変えたんだみたいな感じで、そう、連絡が来て、今度一緒にお出かけしたいねみたいな、春あったかい時にお出かけしようって言ってくださって、すごい嬉しかった。
ちゃ楽しみ。だから春、もう春なのかな、暖かくなったらめちゃくちゃ楽しみ。ピクニック、ピクニックいいですね。うん、本当に優しくて、そう、ミオナさんから連絡が来てめちゃくちゃ嬉しかったです。感動、もうやっぱファンだった身にしては本当に幸せですね。やったじゃん、うん、さすが、うん、それは何より、みんな喜んでくださって、うん、どうしよう、ブログで報告よろしく、うん、いやお部屋みたい、お部屋、私のそういえば雲のカーテンを使ってて、そうブログとかでもね、ずっと雲のカーテン使ってたんですけど、お部屋やっと変えました。変えてなんかね、水色、やっぱ水色なんですけど、水色の遮光カーテンにこう斜めのレースみたいなのにしてます。シンデレラみたいだねみたいな、リコピにそう言われて、そうめっちゃ可愛い部屋になり、なってます。今そのカーテンが変わるとやっぱり部屋もめっちゃね、うん、雰囲気変わる。でもダニにはね、やばいって言われた。部屋なんか大きいぬいぐるみとかもボンボンみたいな置いてて、ベッド、そうベッドの上にボンボンと置いてるんだけど、やばいやつじゃんみたいな、そう谷に言われたけど気にしない。ナコらしい、うん、そう言いそう、そう言うんだよ、やばいって、うん、ツンデレ、ツンデレなのかな、どうなんだろう、長崎、そう長崎はネルに誘われてます。ペイちゃんとナオコにその海で取りた、何、取りたての魚を食べさせたいみたいな言ってくれて、そう仏でもね、旅行しなくする仏で、そう仏で旅行近いうちにするかな。なんかね、ふーちゃんからその五島行った時の話をこの間レッスンの最中に聞いたんだけど、やっぱり歩くたびにネルの、ネルというかみんなネルの知り合いみたいな人たちばっかで、もうねるちゃんねるちゃんみたいな、すごいみんなすぐにめっちゃ話しかけてきてくれるらしくて、でふーちゃんが東京の子だみたいな、なんかね、そう東京の、東京の子はこんな綺麗なんねみたいなのをめっちゃ言われるって。そう温かい町、愛されてる、ほんとね、行ってみたいです。なので海、そう山形はね、私も山形で海はあったんですけど、1時間ぐらい車でやっぱかかってやっぱ遠出になっちゃうので、うん、家の目の前とかにね海があったら楽しそう。私はね、山形行っても全然そんなに、そんな知り合いはいませんので、多分ねスーって行けると思いますよ。うん、山形意外と広いんで、そう意外と人が多い、
握手会で、でも山形の方も来てくださるとすごい嬉しいんです。富士山、そう富士山にもう行きたくて、そう富士山行くか沖縄行くか香港行くか、そう三択で、最初は富士山だったんですけど、次沖縄ってなって、香港もなんか雷だったんですよ、雷の台風みたいな日で、そうで山はさすがにやばいかってなって、で山なって、沖縄はなんか移動手段がよくわかんないねってなって、そう車を持ってなくて、持ってないとどうなるんだろうって思って、でちょっと遠くに行ったら台風も止むかなと思ったら、あっちの方がすごくて、なんかペイちゃんが修学旅行高校の時沖縄だったらしくて、でやっぱでも移動手段がやっぱ車、バス、観光バスみたいな感じでやっぱ回ってたらしくて、で3人で行ってもどうやってこう回るのか分からなくて、とりあえずもう本当に 5,6 時間後とかの話だったんで、今から観光なんて取れないな、取れないし、タクシーも見つかるかそう分かんないなってなって、そう行けな、そう車借りたらって、そう車借りれたらいいんだけど、誰も3人の中で免許を持ってる人がいなくて、そうだからもう誰に取ってみたいな言ってたんですけどね、そう誰かね持ってたら全然違うのにね。でも私とペイはどうだろう、ダニに取ってもらって、多分ネルもね取りたいって言ってたからね、とりあえず免許だね、みんな取ってほしい。私車どうだろう、意外とハマるかもしれない、でも人任せ、そう車はね怖い怖い。寝るは余裕、本当にそう思う、もうなくても乗れそうなぐらい、なんか本当に上手だと思うね。気合かけでね撮れる企画があればいいね、結構時間かかるからね、普通にやったら撮れんのかな、どうなんだろう、習い事したいって言ってるぐらいだからできんのかな、どうなんだろうね。でもやっぱりめちゃくちゃ時間かかっちゃう気がする。普通だったらあれですよね、山形もなんだ免許2週間合宿とかねあるけど、やっぱ2週間とかでポンって詰め込みたいので、取れるかな。そう短期が良かったんですけど、長期ね、車どんな車が好き、車どんな車が、中内装が広い車が好き、内装、車ね、お関が詳しいのかな、車エコカーワンボックス、リム、リムジンね乗ったね、昔じゃない、何なんていうんだっけ、自撮り TV でそう乗ったね、リムジンはね乗り心地が良かったよ、なんかでも車って感じがねしなかった、車っていうかもう本当にお部屋みたいな感じで、すごい不思議な感じでした。何歳ですか？21です。何色がいい？色、白がいいけど、自分が買うとしたらでも汚れそうなので、何色がいいかな、コリラックマみたいな色がいい。
やっぱ汚れやすいよね。白いいけどピンク可愛いと思う。でもあそうパステルカラーいいと思うけど飽きないのがいいです。飽きないやつ。赤もいいと思う。でも飽きやすいからな。クリーム色ならね確かに汚れても。そういえばファンの人とかで何推しの車みたいな推しの写真がバーンってこうアニメとかもありますよね。そういう車たまに街とかで見かけるとなんかいいなと思います。自分の好きなねものがと一緒にずっとお出かけできてる感じですよね。多分見るね。東京に来て見るようになります。山形はいないね。秋葉にいるのかな。見てみたい。私のその顔がバンって乗ってる車もあると噂で聞いたんですけど、それ自分で見たらちょっとね嬉しいかもしれない。見てみたい。ナーコカート、うん、ね見てみたいですね。ライブ会場にいっぱい。へえそうなんだ。確かにいそう。あのスペイベでこの車のこの横の何取り外しできるところにサイン書いてもらってるファンの人もいましたよね。ねいいですよね。その好きな人のサインが常にあったら。でも汚れちゃいそうで怖いですね。なんかお出かけちゃんと使う用保存用見る用みたいな3つ欲しい。服これねリコピに褒められたよ。でもリコピこういう服好きって言ってた。エクステをつけてるけどねもうね自分の毛とのね境がねほぼ10センチぐらいこれぐらいになってきて、うん、ここら辺はエクステでここら辺かな。地毛はあるかな。地毛はどこだ。あこれだ地毛で、うん、本当にでも差がなくなってきました。地毛とだからもうちょっとでねあと10センチぐらいかな、うん、もうちょっとで外すかもしれない。そう伸びたんだよ自分の毛。服どうなってるの。あこれワンピースです。白いのワンピースになってる。ボブうんそのうちまたやります。そう握手会でねロングがいいっていう言ってくださる女の子が多くて嬉しかった。だいぶ伸びた。そうだいぶ伸びたよ。髪どうするの。うーん今はでも伸ばしたいかなって思ってます。なんか長い毛の方がなんか好きな服が着れる服が多い気が。自分の好みの服、うん、あと握手会とかでねいろいろできるよね髪の毛。そう短いとねちょっと限られてきちゃうかな自分ができるの。手入れは全然なんか編み込みじゃなくてシールじゃなくてプルエクステってなんか一番新しいのかな一番新しいやつらしくてシールとか編み込みとかより全然楽って聞きました。どっちもやったことないから分かんないけど全然取れる気配もないしなんか傷んでる感じも自分で全然分かんないから、ね、2ヶ月とか持つらしいですね。もう全然今1ヶ月ぐらいかな。だって黒髪にないするかもしれない。やってみる。プルエクステ、そう検索して
見て、ずっとついてるの。地毛がもうちょっと伸びたら、そうこいつ地毛もうちょっと伸びたら取るかもしれない。取る。不協和音の時ぐらい、確かにそう不協和音ぐらいの時、これぐらい。あと5分ぐらいです。自分で切る。そうこの髪の毛もね、でも自分で切ったんですけど、やっぱり本当はねこれの15センチぐらい長くて、その15センチぐらいこれ自分で切ったんですけど、意外と長いほどわからない。自分で切っても、みんなはちゃんと自分切ってもらってください。自分でこれは切っちゃった。だから早くね行かないと美容室に。なんかね、切りたいって思ったらもう5分なんだろう、もうその場で切りたくなっちゃうの。そうやっぱり仕事とのスケジュールとか考えると、やっぱり今切りたいって思っても切れないなーってなって、いいやってなって自分で切っちゃうね。自分で切っちゃダメだと思う。みんな切って後悔し、切って後悔、これぐらいまで前切っちゃったけど、でもまあこういう手段もあるなら、エクステみたいなあるなら別にね、伸ばそうと思えば伸ばせるんだって分かったから、今ここら辺まで切っても後悔しないかもしれない。今の髪の毛の色はアッシュ入ってます。アッシュでも、よくわかんないです。アッシュ、黒いアッシュ。エクステ以来、そうびっくりした、こんな一瞬で伸ばせるんだと思って。後悔はしてないですよ。ツインテールでケアかけ出て、あでもなんかちょっとやらなければやらないほどできなくなるっていうことをメンバーで喋ってて、そう定期的にやっぱ握手会とかでやらないとダメだなって思います。ダメだなっていうかね、そのできなくなるのも怖いですしね。ね、でも今やったら長いです。どれぐらい、すごい細い。これぐらいになるかな。そう長い、握手会とかでやるかな。どれぐらいがいいんですかね。握手会で2つやろうと思うんで、皆さんどれぐらいの高さが好きですか。いつも耳横ぐらいでやっちゃう。でも前のブログで上げたやつはめちゃくちゃ高かった気がする。これぐらいで、そうでも遊園地とか行くときはテンション上げたいときは高くするかも。こんぐらいでやるかな。握手会見に来てください。細い方が好きです私。巻くのも好きだけど、細い二つ絵が好き。巻きね、でもブログ開けたのは巻いてたかな。握手会小枠かなでやると思います。絶対来てください。みーちゃんと一緒に小悪で、お揃いの服をやろうと思ってるんでね、みんなこう久しぶりの楽しみにしてください。お揃いか色違いか分かんないけど、一緒に服を買いに行く予定なの で、そろそろ今何分だ、あと1分。
と1分です。4月ね、もうちょっとなんで待っててください。26,002、ありがとうございます。終わります。では半かな、最後に一言リボンポーズかな。お疲れ様です。パンバイバイ、またやります。